時期もすごく岡田さんが現代アクションやりたいなと思ってたんで、岡田純一ありきのイメージで呼びました。じゃあ組み合わせとして誰がいるか、何か候補があって、一番最初にやったのは健太郎で、そこでもう感性が一致しちゃったんですよね。スパッとこう来た。